皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは変化に弱いと感じる教室の先生必見、自分の常識に縛られない考え方のメリットとは、ということについてお伝えしていきたいと思います。自分の業界っていうとですね、例えばなんですけど、私とかだと出身がもともとパンの教室の先生なので、パン業界の常識みたいなの当然あるわけですよね。で、同様にお菓子の場合にはお菓子業界の常識とかですね、お料理の場合それがフレンチだったり和食だったりするとっていうのはあったりとか、あとは例えば、アイシングの世界ではとか、お花、アーティフィシャルフラワープリザーブドフラワーとか、生花とかね、お花業界とか、いろんな習い事のジャンルによっていろいろなこう業界の常識っていうのはあるんですよね。で、それがですね、変化に弱いと感じている先生っていうのは、やはり変化を嫌うんですね、ご本人が。ということもあって、こうなかなか新しいことを踏み出せないケースが多いんですよね。で、しかもその自分の中で感じている常識っていうのが、ずっと何年も何年も正しいものとして信じているケースが多いんですけれども、それによって成長を妨げているというケースとかも多いんですね。で、それは私がクライアントさんと話をしていて、なんでそういうふうに考えるんでしょうということをお伝えするときに分かったのが、私がその業界の人間ではないからということがあったんですね。ですから例えばいろいろなことで停滞をしている方、自分は変化苦手だなという考えている方には、ぜひ聞いていただきたいな。要は常識、自分の中の常識に縛られないということのメリットですね。それをちょっとお伝えしていきたいなというふうに思ってます。はい、では本題に入りたいと思います。まずですね、業界の常識は世間の非常識っていうね、言葉があるんですけれども、それぐらいですね、業界の中に染まりすぎているとですね、それが自分の中では当たり前とか思っていることが、いい意味でも悪い意味でも世間からずれてるケースがあったりするんですよ。で、いい意味ではずれているっていう場合には、それがその業界の特殊な事情がゆえに、例えばそれを習いたいと思う人がいるとか、その特殊な事情がゆえにそれが希少価値になっていくというケースもありますし、逆に悪い場合だと特殊な事情がゆえに、人が離れていくとか、面倒だと思って人がいなくなるとか、そういうようなこととかがあったりするんですね。例えばそうですね、時代の流れで、だいぶ変わってきたかなっていうところで言うと、指定制度とかもそんな一個でしょうか。以前ですね、例えば15年とか20年前ぐらいになるんでしょうか、それぐらいだと、先生っていうのは絶対的に圧倒的な存在で、それこそ例えばお料理の先生とかだと包丁の持ち方が悪いとですね、それこそ手を叩かれるとかしばかれるとかね、そんな感じで習う、泣きながら習うみたいなのが、教室とか、そういう教室もあったんですよ、昔ね。で、全てがそうとは言わないんですけど、割と先生厳しめで、その指導についていくみたいな、だからちょっと難しいような資格認定試験とか、今でも多分指定制度は残ってるのかな。で、そういうのっていうのは、あったりしてたんです。で、じゃあ今の先生ってどうなのかっていうと、もちろんそういう厳しい先生が好きな方は厳しい先生のとこ行くんですけれども、大抵ですね、教え方が優しくって分かりやすくって行ってて楽しい先生のところに資格を取りに行く方が多いんですよね。となると、どういうことになるかっていうと、その厳しく教える、自分がそう教わってきたからそれが当たり前だと思って伝統を引き継ごうとするケースで、時代がそれがいいよねっていう割と緩い時代にもしも入ってしまっている場合には、それっていうのは受け入れられないということになる、現実を突きつけられるわけですよ。
現実を突きつけられるっていうのは集客が実際にできないという現実です。なので結局その段において何が悪いんだろうっていうところを考えた時に、他の業界とか世間の状態をまだ見に行こうとか学びに行こうっていう方はまだいいんですけど、結構上のレベルまで行ってしまうと、人のそんなの見てられないとか、私は私の道を行くんだっていうことになると、ますますこう世間と乖離が出てきてしまうんですよね。でそうすると結局廃業ということに最悪なっていくケースもあります。ですので教師の先生業っていうのは基本的に私はサービス業だと思っているんですね。でサービス業っていうのは、世間というかお客様がですね、望む形を自分ができる範囲でどうそれを変えた状態で変化させて提供することができるのか、それが時代が変わる、世間の事情が変わる、人の考え方が変わる、お客様が変わる時に必ずその加工が必要になります。ですから私の場合はですね、基本的に新規事業部の立ち上げを会社員時代結構多くやってきたんですよ。新規事業部っていうのはこの世の中にないものを生み出し、そして生み出したサービス商品を知らない人に、その素敵さとか素敵な未来を想像させ理解をしてもらって販売するというのがミッションになってくるわけですよね。ですから当然その、世の中の人たちにどう受け入れてもらうか、会社だから世の中って言いましたけど、実際には細かいペルソナさんっていうのはちゃんと設定はしているんですが、その人たちはどこに行けば、ね、探せるのかとか、もちろん広告とかを使って探すケースもあるんですけれども、だから常識っていうのはあまり考えない方がよくて、もちろん一つの常套手段っていうのはあります。ウェブマーケティング上をこういうふうにすれば集客できるっていうのはあるんですけれども、もう全く何もないような状態っていうのは、ウェブマーケティングもやるし、アナログですね、足で人と会って正しい答えを声を聞きながら商品作っていくっていう、そういう経験をしょっちゅう私の場合やってたので、世の中にない商品を作るっていうのは、ある意味得意な領域です。じゃあその時に、何が参考になるかっていうと、業界の人の声は参考に聞くけれども、あんまり参考にならないんですよ。なぜならば業界の中の声だから。めちゃめちゃそれで、ね、大ブレイクしていてうまくいきすぎてる仕組みだったら、もちろんそれは参考にしますよ。参考にするけど、参考にしたものは所詮二番煎じになってしまうので、圧倒的な一つのサービスを作りたかったら、参考にはするけど違う遺伝子 DNA の掛け合わせ、ないしは自分の独自のオリジナルものを掛け合わせて作っていくっていう必要があるので、ここで必要になるのが、余計な必要というか、いらないのが余計な自分のプライドとか、変なこだわり、頑固なこだわりと自分視点すぎる視点ですね。これはなくした方がいいんですね。で私の場合にはいろんな職業の方といろんな状態でお話をしたり、私がついてるコンサルタントの先生の、クライアントさんが、男性がほとんど多くて物販の人が多かったっていう背景があったおかげさまで、パン教室なのに物販のことを、知っていたっていう状態ですね。ただ物販とはいえ、基本的な考え方はお客様ファーストで、どういう商品が好まれてっていう、リサーチから始まって、でそれに沿ったウェブサイトを作っていく。でこれは物販だろうがサービスだろうが関係ないんですよね。ですからそのエッセンスとプロセスは学び、そしてやっていたんですよ。ですから他の当時マーケティングって呼ばれるウェブマーケティングをですね、ちゃんとしっかりゴリゴリにやってるようなパン教室の先生はいなかったんですね、当時。だから私の活動っていうのは多分その時代においては、本格的にウェブマーケティングもやってましたので、ウェブで、全国区で人を集めていく、
ていう、そういうことをね、やっていた。で、私はそれが当たり前だと思っていたんですよ。そういう他の業界の人がネット通販で会ってもいないのに商品を売っていたから。だから私の中では対面で会っていない人にでもウェブでちゃんと魅力を伝えれば、遠方だろうが飛行機を使ってだろうが新幹線を使ってだろうが人は来るって信じてたので、まあ、それに見合うサービスの提供をする、どういうサービスだったら買ってもらえるのかリサーチするとか、まあ、そういうことをやってたわけですよね。余談なんですけれども、今日ですね、クライアントさんで、まあ、どうしてもちょっと私のね家でないと、お話ができない打ち合わせがあったんで、入会後ですね、まあ、初めて半年ぶりぐらいでしょうかお会いした方、ズームでしょっちゅう会ってるんで会ってる感覚はあるんですけど、まあ、初めてお会いした方がね、実際に私の、まあ、あとサロンアトリリブラっていう名前で自宅兼、まあ、サロン兼、まあ、セミナー会場としても稼働させている場所があるんですけれども、そこに来た時にね一言言った感想が面白かったんですね。まあ、実際に来てみたけれども決して便利な場所じゃないですねって言って驚きました。この場所でパン教室で新幹線とか飛行機を使ってくる人がいて満席を続けてたっていうのがすごいって言って、だから距離で人は来るもんじゃないんですねっていうのがすごく学びになりましたって彼女は言ってたんですよ。まあ、確かにうち決して便利じゃないんですね。彼女も言ってたけどバス使うんです。3駅使えるにしてもバスは一応使わないと来れないということは結構教室業としてはダメージ大きいんですよ。駅地から5分以内とか10分以内とかじゃないから、徒歩圏じゃないんです。駅降りてバスに乗って来ないといけない場所なんですよ。ただ私は自分も教室をたくさん回った経験上ですね、人気がある教室って距離が遠くても辺鄙な場所にあっても生徒さんでちゃんとにぎわってるんですよ。でそれを知っていたので、まあそれが私の中では当たり前だっていうこと、まあある意味だからそういう一般的な教室の先生からすると集客できないのは駅から遠いからだという概念がもともとあるとすると、私の活動っていうのはおかしいことになるんです。でも私はネットビジネスで学んでいて、コンセプトがしっかりしていて世の中にないもの、そして自分しかそれを教えてないという状態であれば、それを探す人にきちんと自分の存在を伝えることができれば人は来るって信じて活動してましたので、まあ、実際人が来てたわけですよね。だから結局その自分が知っている範疇で全てを判断すると、状況が狂ってきちゃうんですよ。世の中にマッチングしない。だから必ず例えばクライアントさんからね、こんなことはできませんかって言ったらすごいサービスを変えるいいチャンスなんですよ。だから全部を全て聞くわけにはいかないんですけれども、まだ駆け出しでそんなにこう忙しくもなく、サービスを変化させる余地と余力があるんであれば、その声を拾ってサービスを作り直すということがいいと思います。ちょうど夕方にセッションした方がそんなお話をしてました。こんなお話があったんで、私としてはそれがちょっとできないなと思ってお断りしたんですけどっていう話を言った時に、なんで断るんですかって言って、私には断る理由がよく分かりませんっていう話をして、私が聞く限りはそれは断る理由にならない程度の要望だったから、でも本人的には重たい要望だった。で結局自分ができないと思って断ったんですけど、私と面談をして、それはこういう方法でやればどうにか解消できるんじゃないですか、そもそもその方っていうのはこういうことを望んでるからそれを答えてあげればいいんじゃないですかっていう話をしたら、そうですねっていうことになって、まあ、一旦断った方なんですけど、ちょっともう一回ちょっとアプローチ連絡をしてみるっていうお話になったんですよ。結局その自分の概念でいやできないと思って断るけど、私は違う視点から見ればそれは簡単にできますよねっていう、この視点の切り替え
が必要で、その時には考えをまず柔軟に持つことで、その前提は、できませんかと言われたことに対してできますと言える状態をどういうふうにしたら作れるかっていうのを考えてみるっていうのが一つ必要ですね。私の場合には基本営業時代もそうですし、今も基本そうなんですけれども、まずできるという前提でその人の要望をどうやって叶えるかっていうのを考えます。このできるという前提で考えるのか、できないっていうふうに諦めちゃうのかで全然雲泥の差が出てきますので、できるという前提で考えようっていうと脳がねちゃんと働いて、どういうふうにしたらそれをできるかって一生懸命考えます。でこの考え方をしてると自分の日常生活とか日常のビジネスもうまくいきます。なぜならばできないという言葉がなくなるからです。結構これ大きいですよ。できないがなくなるんですよ。もしかしたら今の自分だと力量が足りなくてできないかもってことは、何年後の私だったらできるかもっていう、そういう感覚でもいいんですけど、できないという言葉がなくなります。なので時間をかければ大概のことはできるようになるって信じてますので、私はその時間軸が今はっていうことになります。そうするとじゃあ今はできないんだったらいつならできるのか、でそのいつをいつに設定するために、私じゃあ例えばお金が必要ならお金を稼ぐ、人材が人必要ならそういう人を探す、時間が必要ならそういう時間を作り出す、だいたい人物金とかって言われるこの3大要素が足りなくってだいたいできないっていうことになるわけなので、それを探しているうちに解決できちゃう方法が見えちゃったりできちゃったりするんですよね。だからまず問題をきちんと意識するためにはフラットにな自分になって、できないですっていう言葉をなくすなくす、それだけでもじゃあできるためにはどうしたらいいんだっていう、それがありますよね。リッツ・カールトンとかでのその、クレドっていうかね、メソッドの中にできませんっていう言葉は言わないみたいなのがあるようですね。はい、お客様が望んだものは、どうにかこうにかして、叶えるみたいな形で考えるっていうのがベースになってるようなんで、当然そのサービスの対価とかはね、その方ホテルの方が動いた人件費とか実際に買ってきたものとかっていうもので払っていくことになると思うんですけど、私が前に聞いたことがあるのがスイートルームかなんか、特別室ですね、すごい広い最上階かなんかの外国のお客様で、日本の方に泊まったらしいんですけど、こたつを味わってみたいって真夏になんか言われてですね真夏のこたつの調達まあ大変だと思うんです。今はニトリとかああいう家具とかね売ってるところでも、こたつオールシーズンで売ってると思うんですけどこたつとこたつ布団をその部屋に入れて、多分冷房効かしたんだと思いますけど、体験してもらったとか、そういうエピソードとかがあるように、まずはできるという前提で動くっていうのが一つ大きなポイントになるかなっていうふうに思ってます。はい、ということで本日のまとめです。変化に弱いと感じる教室の先生必見、自分の常識に縛られない考え方のメリットとは、まず一つ目が、常識に縛られないことで新しいサービスを生み出すことができる。二つ目はそれにより逆に業界の中でトップになることもできる。3つ目は単純にお客様に喜ばれる、そんなところがメリットになってきます。でそのための前提になる考え方として、できないという言葉を辞書からなくすっていうだけで随分軽やかに動けるようになるかと思いますので、ぜひそんな形で動いてみていただければと思います。それでは。